ジョン・シルバーとジム・ジョン・シルバーは、ロバート・ルイス・スティーブンソンの小説、宝島に登場する架空の人物。同作品の主要人物であり、悪役である。ニックネームには、肉焼きや、海のコック、ノッポのジョンなどがある。世に知られた典型的な海賊のイメージを代表する、一人。極悪非道で降格極まる、海賊船長という立ち位置ではあるが、 人好きのする性格で、理知的で話が分かり、状況次第では、信頼や名誉を重んじた行動を取ることもできるという、得意な性格づけがなされている。悪役ではあるが、単純な、憎まれ役ではなく、主人公一行と行動を共にする場面も数多い。シルバーと、ジム色が薄い髪と青白い顔をした年配の男で、左足を失っており、 松葉杖を驚くほど巧みに扱って動き回る。片足はイギリス海軍に従事していた時に戦闘中の砲撃で失ったと語っている。シルバーはかつて悪名高い海賊フリント船長の手下のソーダ種であった。ソーダ種は船長を除けば地位として最上ランクであり、船が戦闘時でなくとも船長の採決を拒否する資格があった。 ソーダッシュは、乗組員により選挙され、主な仕事の一つには、戦闘時に、甲板から登場者を指揮した。彼はフリントが恐れる、唯一の男だった。フリントの死後はその生員たちからも恐れられたが、一方で高く評価されてもいた。スティーブンソンのキャラクターの多くがそうであるように、彼の性格には二重性がある。基本的には勤勉で愛想が良く、 相手の長所を褒めるのがうまい、愛すべき立派な海の男だが、一方では、状況判断と人心掌握に優れた、抜け目なく油断ならない、冷酷なならず者であった。そして彼はその両面を自在に使い分けることができた。片足をなくしているにもかかわらず、運動能力に優れ、日常動作はほとんど常人に引けを取らず、戦いになっても危険な男だった。 五人の屈強な船乗りを相手にしても冷静に立ち向かえるほど豪胆でもある。またシルバーは海賊らしくない経済感覚の持ち主で手に入れた財宝を浪費したりせず複数の銀行に預けて通帳で堅実に管理していた。アブクゼニを使い果たして破滅した元同僚たちを彼はあざけ笑っている。とはいえ、 フリントの莫大な隠し財宝には人並みに執着を見せた。彼はブリストルでトウメガネ屋という居酒屋を黒人の妻と共に経営しており、宝島へ向かう船には料理番として乗り込むなど料理の腕もある。肉焼き、海のコックとはこれにちなむ呼び名でもある。彼は宝島創作を終える頃には、 海賊としての蘇生が露呈することを見越しており、店舗の生産と資産の引き上げを妻に手配していた。元の船長をあざけるかのように、フリントと名付けたオウムを飼っていて、オウムのフリントはよくシルバーの肩を止まり気代わりにして、泣き声を上げていた。物語の前半では、フリント船長の隠し財宝のありかを示した地図を手に、入れるため正体を隠して暗役する。 冒頭から、地図を狙う、一本足の船乗りとして言及されていた、ものの、直接登場したのは、当メガネ屋の木のいい天使としてで、主人公ジムホーギンズらの一行に巧みに取り入り、船の料理番として、冒険に同行することになる。物語中盤からは、同じく乗組員として乗船させた仲間の、海賊たちと共に、宝を手に入れるための反乱を主導する。 事務少年によって正体が露呈し、宝島に上陸してからは、海賊の狩猟として、主人公側と対立する。だが主人公達の意外な活躍のために次第に、形勢が逆転すると立場が危うくなり、船も奪還されるに及ぶと、縛り首を免れるために一転して、主人公らと協調行動をとって生き残った、海賊たちと対立し、事務と共に、 フリントの財宝を捜索した。最終的に、フリントの元手下のうちで財宝を手に入れたのは、シルバーを含めて二人だけとなった。シルバーはジムに弁護を約束させて、一行と共にキロに着いたものの、途中で財宝から三百から四百ギニー分を、打賃として奪って、まんまと逃げおせた。その後の行方は知れないが、黒人の妻とオームのフリントと共に、 変わらず暮らしているのだろうとジムは推測している。シルバーは根っからの悪党ではあるが、彼の性格は多くの登場人物を引き付けるものだった。特に主人公ジム・ホーキンズとの関係は興味深く、ジムはシルバーに幾度も生命を脅かされながらも、最終的には信頼関係と呼べるものを築き上げ、ジムは彼の現世での安楽を願うまでになる。そのため、 中盤で彼の反乱計画が発覚し、仇役としてジムラと対立するようになったのは、読者にとってもジムにとってもショッキングな出来事だった。シルバーは生き残るためなら喜んで仲間を裏切り、敵、味方と立場を転々とするが、それを補うだけの魅力を備えたキャラクターだった。スティーブンソンが描いた片足で肩にオウムを乗せたシルバーは、 現代の海賊に対する図像に非常に影響を与えた。スティーブンソンの手紙に従えば、ジョン・シルバーのアイデアは実在の友人、ウィリアム・アーネスト・ヘンリーからヒントを得た。彼は、物書きでもあり、編集者でもあった。スティーブンソンの次息子、ロイド・オズボーンは、ヘンリーに関して、次のように述べている。 宝島が観光された後のヘンリーへの手紙で、スティーブンソンは書いている。ありがとうございます。